ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はテリーが生涯大事にした LP レコードテキサスブロンコテリーファンクについて触れてまいります。先日もご紹介しましたが、このテキサスブロンコテリーファンクという LP レコードはテリーが生涯大事にしたレコードでした。このレコードはテリーが引退した年の誕生日に、当時プロレスのレコードを数多く取り扱っていたバップレコードから発売されました。レコードの内容はスプリングトーホールドから始まり、ファンクス対シークブッチャー、ファンクス対ハンセンブロディの試合解説、そしてホーガンのマネージャーでおなじみのジミーハートが制作に加わっているテリーのオリジナル曲まで収録されています。当時発売されたプロレスラーのレコードの中では最高傑作と呼ぶにふさわしいものでした。日本のファンだけではなくアメリカのファンにも好評だったようです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はテリーが生涯大事にした LP レコードテキサスブロンコテリーファンクについてご紹介しました。